ポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスの今回はね、体験版をプレイすることができるようになったので、やっていきたいなと思います。まあ、正規品のリリースが今年の3月、確かそう。3月20日が動物の森発売で、このポケモンの方は確か3月6日とかだったかな。もう絵のタッチかわいい。かわいいね。よし、それじゃあちょっとやっていきましょう。ポケットモンスターソードシールドだとちょっとリストラされてしまったポケモンが結構多かったんですけど、これはなんだ、ああ今までのポケモン出てきそうだね。懐かしみのポケモン出てきそうだな。いいな。ようこそ。ここはポケモンたちの世界へ通じる入り口だ。でもここを通る前に君にいくつか質問があるんだ。何何？素直な気持ちで答えてくれ。うん、大丈夫。俺いつでも素直だから。用意は OK かな？では、なんだろう。この質問の回答によってなんか変わっていくのかな？よく笑う方だ。僕面白いことがなくても笑ってますからね。ちょっとやばいやつだな、それ。部屋でおならしちゃった。あなたはどうする？すぐに窓は、これ、いや、部屋の中で匂いは嗅がないけど、お風呂の中でプッてやってしまうと、これちょっとおなら、匂い嗅いでしまうよね。いや、でも俺窓も開けないんだよな。部屋の中にいると匂いも嗅がないけど、窓も開けないんだよね。でもどっちかというと匂い嗅ぐかな。ていうか何聞かれてんだろう俺。街中で誰かが不良に絡まれているぞ。あなたはどうする？迷わず助けるって、怖いけど助ける。おまわりさんを呼ぶ。怖くて何もできない。いやー、どうだろうな。その不良に絡まれてるのにもよるよね。めちゃめちゃ殴られてるとかだったら、ちょっとこれは、おまわりさんを呼ぶかもしんないけど、ちょっと絡まれてるぐらいだったら、俺もう何もしないかもしんないな。まあ、ちょっとおまわりさん呼んでおこうか。目の前に総理大臣がいたとします。どんな感じで話をしますか？っていうか、そもそも話しかけられるのかな？ガードマンに止められそうだけど。タメ口はさすがにないだろ。緊張して話す。落ち着いて話すほど俺度胸ないな。学校から帰るとき、最後に教室に残るのは嫌だ。確かにちょっと寂しい感じがするね。はいだな、これな。気がつくと寝てる気がする。それちょっとやばいんじゃないの？それ病気だろ。みんなでワイワイ遊ぶのは好きですか？そうですね。結構好きな方ですね。好きな子と仲良しになりたい。でもなかなかきっかけができません。そんな時、あなたはどうする？思い切っていきなり告白しちゃうの？それちょっと早すぎない？気分でアピール。いたずらで気を引く。遠くから見てるもちょっと怖いけどね。いたずらで気を引く小学生みたいだな。気分でアピールにしておこうかな。君は男の子、女の子。お、そろそろもう終わりじゃない？これ多分心理テスト的な感じだよね。これで何が変わるんだろう。あ、そうかそうか。これで主人公のポケモンが変わるんじゃない？とても素直な人だね。優しい心、優しい心を持ってるらしいよ俺。親切で、誰とでも仲良くできる。とても素晴らしい人だ。ちょっと言い過ぎ？そんなことないよね。うん、そんなことないよ。それは君自身が分かってるはずだ。そんな素直な君は、なんだ？人影って素直なポケモンだったんだ。
君はどうも人影らしいけども本当ですか。いや本当ですよ、違うのでやり直すって。いやいや、せっかく心理テストやったんだったらこれでいいですよ。この中からそうだね、選択できたんだね。特になんか性格が悪そうなポケモンはなんかいないけどね。そして最後に君のパートナーを教えてくれないか。あー、パートナーも選べるんだね。いやいやいや、ここはちょっとピカチュウ、ピカチュウはちょっと普通すぎるか。でも結構みんな有名どころのポケモンだよね。いや、ピカチュウ行こうよ、やっぱり。ピカチュウってどっちだ。ピカチュウ、男の子で行こう。パートナーのニックネームピカチュウでいいよ、もうこれね。決定はどこ。ここに、こういうことに僕はね、こだわり全くありませんから。はい。これでいこう。なかなかいいメンバーなんじゃないですかね、人影。不思議のダンジョンでしょ？トルネコのあのやつやってたからね、めっちゃ。あれすんげえハマってたからね。ここはどこだろう？夢の中なのかな？風が気持ちいい。どこからか声が聞こえる。誰だろう？今目覚ましたんだ。ピカチュウだ。あ、気がついた。よかった。結構画面がチカチカするね、これ。ここは。君、ここで倒れてたんだよ。起きてくれてよかった。僕はピカチュウ、よろしくね。で、君は？ここら辺じゃ見かけない顔だけど。え？人間だって？でも君、どこからどう見ても、人影だよ。見ない顔って言ってたのに。今さっき見ない顔って言ってたじゃん。そうそうそう、なんかもともと人間なんだけど、ポケモンの世界に迷い込んでしまった人間みたいなね。じゃあこれ本当の自分を探す旅になるのかな。確かに人影になってる。でもどうしてだろう、何も思い出せない。君、少し変わっているね。じゃあ名前は、名前はなんて言うの。名前、そうだ、名前は、ここもこだわりないんだけど、人影じゃダメかな。人影でいいや。こんな何のこだわりもないよね。なんか面白い名前だね。おお、なんだなんだ、今度は誰だ。あれ、あっちから声が。バタフリー来ましたよ。大変なのよ、うちのキャタピーちゃんがホラー穴に落っこちちゃったのよ。なんだって。急に地面が割れて、その中にキャタピーちゃんが。穴から出ようにもまだ幼いから自分じゃ出られないのよ。じゃああれじゃない、さなぎになってバタフリーになるまで待てばいいんじゃないかな。そしたら自分で空飛べるでしょ。助けに行ったらポケモンたちが突然襲ってくるし。マジか、ポケモン襲ってくんだね。ボコボコにしなきゃ。襲ってくるだって、ポケモンたちが。みんな地割れに怒り、我を忘れてるのよきっと。私の力じゃ襲ってくるポケモンたちにはかなわないし、このままじゃ。ああ、もうどうしようかしら。おろおろ。で、ちょっと助けてあげないと。こうしちゃいられない。助けに行こうよ。いきなり戦うことにあんの？あ、うわー、来たー。あれ、これダッシュ、B ボタンでダッシュできんね。うわー、ちょっと、お前どけ。くそ。やばい、人影結構強え。
さあ僕は人影も遠距離攻撃ができるっていうのを今知ってしまったぞ。特殊攻撃はマスがちょっと離れていても攻撃できるのかな。あ、泣いてる。これが落ちたキャタピーか。お母さんどこ、グスーン助けに来たよ。お母さんが待っているよ。さあ帰ろう。おお、最初のダンジョンだから結構簡単だった。よかった、助けられて。この子も無事で。もうなんとお礼を申したらよいか。いいよいいよ、お礼は。最近はなぜか地割れとか多くて危険だしね。でも怪我もなくてよかったね、本当に。せめてお名前を。僕はピカチュウ。そしてこっちが人影。何のひねりもなくてごめんね。そのまんまだし。かっこいい。かっこいいのかな。かっこいいって言われるんだったらもっと名前考えてくればよかったよ。憧れの目でこっちを見ている。あんなにキラキラされるとちょっと照れるな。まあでも助けてあげたからね、かっこよく見えるのは仕方ないかな。でもこういうのも悪くないね。ヒーローになったみたいだし。困っているポケモンを助けてあげるのも気持ちいいかもね。ありがとうピカチュウさんに、人影さん。これはほんの少しですがお礼です。受け取ってください。お金かな。プチ復活の種をもらった。お金が良かったな。モモンの実をもらった。あ、お金くれるんだ。こんな昆虫みてえなやつにお金もらうってすげえな。なんかありがとうございました。ではあいつちゃんと分かってるね。お金を渡すってちゃんと分かってんな。さっきは手伝ってくれてありがとう。君なかなか強いんだね。見直しちゃったよ。それでどうするの、この後。